チャオプラヤー川、流域チャオプラヤー川は、タイのバンコクなどを中心に流れる、タイ国内の大きな河川の一つである。チャオプラヤー川は、ナーン川とピン川が交差する地点、ナコーンサワン県で始まる。ピン川の水量が多い。チャオプラヤー川流域の県は、バンコクの外、ウタイターニー県、チャイナート県、シンブリー県、アーントーン県とアユタヤ県である。チャイナート県でターチン川とチャオプラヤー川に二分され、ターチン川はチャオプラヤー川と平行に流れた後サムットサーコーン県から、チャオプラヤー川はサムットプラーカーン県からタイランド湾に至る。バンコクを中心とする中央湿地帯では農業用あるいは運搬用に運河が掘られ、世界でも有数の稲作地帯に発展した。これをチャオプラヤーデルタという。かつてはメナム川と呼ばれることが多かったが、これは現地の人々がこの川をメーナームチャオプラヤーと呼んでいるのをメナムが川の名前であると外国人が勘違いしたことによるものであり、不合理な故障である。そのため、現在では地図でも訂正され、メナム川と呼ばれることはほぼなくなった。日本に関連する事項としては、メナム川事件などに名称を留めている。タイ国内の要所だけでなく、バンコクの中心地を流れることから、バンコク都内の交通の大きな要素となっている。なお、バンコク都内においては、チャオプラヤーエクスプレスと呼ばれる定期船が頻繁に運航されている。ありがとうございます。